MSX、ムズックスチャーバー、ムズックスチャーバーとは、MSX 規格の一つで、MSX2 の後継規格として1990年に発表された。ムズックスチャーバーが正式な表記で、MSX ターバーのようにスペースを空けたり、T を大文字で表記するのは正しくない。16ビット CPU の R800 を採用し、MSX2 までは、 オプションの MSXDOS に MSX10、MSXMUSIC を標準搭載する。また、ターバーの R は R800 の R を意味する。一連の MSX 規格で最後の規格となった。R800CPU FM 音源 YM2413、MSX エンジンに T9769、システム LSIS1990 在ログ車。 Z80 アンペア相当品 ASKR800 を搭載しハイタ仕様 MSX2 で平均10倍の高速化 MSX2 準拠 MSX2 準拠 FSA1ST256 キロバイト FSA1GT512 キロバイト MSX1 準拠 MSX ミュージック MSX1 準拠ターバーでの R800 の 入力クロック周波数は 28.636360MHz だが、実動作クロック周波数はそれを内部で1、4に分集した 7.15909MHz だった。ただし、R800 は Z80 の大半の命令を1クロックで実行できるなど、同一クロックにおける実行速度がほぼ4倍速であるため、カタログでは、 Z80 換算で 28MHz 相当という巧妙な記述がなされた。ターバーは従来の MSX との互換性を維持するために Z80 相当品と R800 使用時の Z80 バスサイクルエミュレーション機能を搭載するシステム LSIS1990 を実装している。R800 自身はメモリー管理なども含めハードウェア。 ソフトウェアともに Z80 を拡張した CPU であるがターバーではそれらを使用せず、乗算命令の追加された高速な Z80 として使われている。R800 は Z80A 相当の CPU と排他的に使用するようになっており、双方の CPU を同時に使用することはできない。ターバーもまたその規格の柔軟性を生かし、 モードスイッチなどによらない起動モードの選択が行われる。起動時に BIOS が判定を行い、従来のソフトウェアは自動的に互換モードで MSX に相当として動作するようになっていた。ソフトウェアにより起動後も切り替えが行えることもあって、ブートブロックの書き換えにより強制的に高速モードで動作させるツールや、あらかじめシステムの一部をフックした上で処理を移すことによって、 任意で動作を切り替えられるようなソフトウェアも制作された。ただし、従来機種用のソフトウェアではタイミングが大きく変わってしまうため保障外であり、実際に Z80 の挙動に強く依存したソフトウェアでは不具合が出ることもあった。また、ターバーリリース後に発売されたゲームの中には、MSX2 に用として発売されながら、高速モードで動作するゲームもあった。 ムズックスチャーバーは従来機動用 MSX2 で追加された仕様であるメモリーマッパーを使用してメインメモリーを拡張し日本語対応の m s x ドス s 2を内蔵した内蔵のメモリーマッパーはイス1990の仕様による制限があり512基部までは正常に実装可能であるがマッパーレジスタが6ビットまでしかデコードされておらず12部に実装した場合でも マッパーレジスタの読み込みに問題が生じる。改造により、本体に直接メモリを増設した場合、これを原因として動作しないアプリケーションもある。開発中とされた新規 VDP の採用は見送られ、MSX2 と同じ V9958 を採用したが、これによる表示が著しく全体のパフォーマンスの足を引っ張る形となっている。 MSX の構造上、VDP を経由しなければ、ベレムにアクセスできず、VDP へのアクセスそのものが、MSX によりも多くのエイトがかけられるようになっている。描画を行わないソフトウェアでは、高速な動作をするものの、描画処理が増えるほど、VDP 自体の処理速度に依存してしまい、表示そのものにまつわる処理によって遅いソフトウェアについては、旧機種に対し、 高速モードのパフォーマンス的な優位性は示せなかった。ただし、後期には CPU パワーを生かし、Z80 では間に合わなかった処理を垂直動機、割り込み期間中に行うことで、より高度な処理を見せるプログラムも現れた。起動画面は MSX にとほぼ同じだが、スクロールが早くなった。音源として MSX ミュージックが標準搭載になったほか、 8ビット PCM の録音再生機能も持つ。ただし、BIOS のルーチンでは、PCM 再生時に CPU の他の処理を止めてしまうため、他の PCM、a d p c m 搭載機のように音楽の同期演奏に使うのには著しく難があり、利用例は多くなかった。後年には、VDP の操作線割り込みを利用することで、並列再生させたソフトもあったが、 MSX はもともと1ビット DA のサンプリング機能を持ち、また PSG を使用しての4ビット PCM 再生をさせたソフトも存在したことから、それほど注目はされなかった。ムズックスベという GUI 環境がオプション企画として用意された。これは1987年に HAL 研究所から発売された MSX に向けの GUI 環境のハノトという、 ソフトを MSXDOS2 の機能やメモリマッパーに対応させるなど発展させたものである。3.5インチディスクと漢字ロムカートリッジを同梱して1991年にアスキーから9800円で発売された。ムズックスチャーバー本体のみでもムズックス部は動作できたが1212 12ドットのフォントが収められた。漢字ロムカートリッジがあれば1616 16ドットの 内蔵本トを1文字ずつ12、12ドットへ圧縮する負荷がなく、より軽快に表示することが可能になっていた。フロッピーディスク版と A1GT に搭載された内蔵ロム版があったが、前者は頻繁にシステムディスクを要求されるため、シングルドライブ環境ではとても実用的とは言えなかった。ムズックスベ向けのソフトは、表計算ソフトのベ却やフリーソフトウェアがいくつか、 ある程度で終わっている。なお、ムズックスベでは、ハノトのソフトを使うこともできた。細かいところでは、データレコーダーへの対応をはじめとする使用頻度の低い機器への対応が、企画から削除された。これに伴いベーシックでは、命令ごと削除され、バイオスは、エラーか何もせず、戻るような処理へと変更された。それにより、この機種まで維持されていた、旧仕様の完全な、 上位五換は、崩れる形となっている。太陽器を発表したのは松下電気産業のみ。1990年10月に FSA1ST が発売、年末商戦という機会もあって、各店で品切れが続出し、当初は3万台強の出荷が見込まれるほど、販売台数が好調だったこともあってか。 翌年の1991年11月にはメインメモリを 512KB に増設し、ミデ端子を装備したマイナーチェンジモデルの FSA1GT を発売した。多機能化が図られた結果、消費税込みで10万円を超えた価格設定で当時の国内パソコン市場で優位に立っていた PC-9801 シリーズの互換機を販売していた成功エプソン製。 エプソン PC シリーズ最廉化モデル PC-286C の販売価格が12万円台と価格面での優位性を示せなくなっており出荷台数は約7000台ほどと大幅に減少したその後新たな MSX 規格の開発が終了したため松下電機はサンデューを発売することになるムズックスチャーバー規格に起因する問題ではないが 唯一製品化した松下電気産業製造の機体には音声回路上に配置されている特定のフィルムコンデンサが原因で音声信号に強いローパスフィルタがかかり他の MSX に比べ広域が発音されない事象が存在した一部のユーザーは原因となるコンデンサを外し容量の少ないコンデンサと交換することで音源本来の音色に近づけることができた コンデンサがなくても問題なく動作したが、その場合は攻撃が過度に強調された。またユーザーの中にはあえて外したままにする人もいた。しかし2ミリ弱、4ミリ弱の既存のコンデンサの適質は MSX 本体の分解と精密な作業を要するため、電子工作経験を持つ人々以外にとっては現実的な解決法ではない。また、蒸気の解決法が広まったのは、 インターネット普及後、シャビンという人物によって公開されたことによる。松下電気産業メインメモリを256キロバイト搭載したターバーとしてスタンダードな機種。搭載ワープロは16ビット CPU-R800 の恩恵を受けて動作が早く、より快適にはなったが、現在では、ハガキの当てない印刷機能を例に挙げると、後発の FSA1GT を含め、 郵便番号7桁の入力と印字に対応しないなど処理速度以外の面で実用に耐えなくなった部分も少なくない。メインメモリは倍の 512KB を搭載し、ミューパック相当のミディ機能インターフェースが追加され、ムズックスベをロムで内蔵した。ビデオ出力のコネクタのピンアサイン、並びにコネクタの数は変更され、クシンクの信号がビデオコンポジット出力になっており、 RCA ピンジャックで接続する場合には RGB の端子からビデオ、音声出力を取り出す形になっている。すでに過去のものとなっていた RF 出力に関しては削除された。本体デザインはいずれも同社の MSX にモデルからの流用である。オークネットオークネットというオークション運営会社の中古車 ACTV オークション用の端末として開発。 CPU 切り替えスイッチが背面にあり R800 と Z80 に切り替えることができる。スーパーインポーズ機能搭載。日本ビジネステレビジョンアスキー、工学製作所の3社による共同開発である可能性が高い。サービス終了時に端末は回収されたはずなのだが近年ヤフーオークションに出品されていることがわかり、海外のコレクターによって落札された。 MSX、ダタパックボリュームサンターバー版、MSX ファン1995年2月号、P90。ムズックスチャーバー向けのコンポジット変換ケーブルが、店頭販売中から、秋葉 PC ホットライン。ありがとうございます。